まずスタートですスタートは県政から入りましたね県勢から入りましたけどもまずは内側から1番、ですね増木選手外からの武藤選手ですね1番、9番という形で前に行ったので諸橋選手がこれから上昇してきて関東勢の並びは1番、7番、9番です。 増木選手に諸橋選手武藤選手ですね武藤選手は地元ですのでねここは頑張らなければいけないという気持ちが、ね、あると思いますそして、こうなってくると中段ですね2番のアメリキア選手がいますので小原選手が上昇してきて6番、2番、4番という形になりますね。大森選手が これから上昇してきますそうなってくると最後方は8番、3番、5番、近畿勢です、小森選手に神田選手、村田選手と近畿勢が後方からのレースとなりました。 まずこのレースなんですけども、増木選手、初日はね町田選手を叩けずに番手に入っているレースだったんですけども、その分もね、ねやはり力を使わなかったというのもあるので、今日こそはしっかりとした自分のレースをしたいなという気持ちではいるんではなかったんでしょうかね、後ろには諸橋選手、3番手には地元の武藤選手もいますので、やはりここ、関東勢はしっかりとしたラインですよね。 そして中団にいる小原選手なんですけども初日のレースは、ね、山崎賢人選手の8番手で動きが取れませんでしたのでここはこのレースを見ますとしっかりと叩けたのではなかったのかなと思います。 えー、そして後方にいる小森選手ですね、えー、小森選手は根田選手の6番手でまくり2つのレースでしたので、まあ今日は後ろから1回抑えて、えー、大きなレースをしてくるのかなというところですよね残り2周の赤番で、えー、ここは小森選手から抑えてきました、えー、中段には小原選手が少し車間を空けてますので行った後にかましたいなという気持ちだったんではないでしょうか、えー、前の取った松木選手がまずここで突っ張る4分の1周ぐらい突っ張ってますからね体をうまく当てながら小森選手を後ろに下げさせたところを えー、ここで打掌ですよね、小原選手が叩いてきました、ここも、ねえー、踏み上げながら、モラハイ選手が、ね、3番手に迎え入れて、えー、ここは増木選手が3番手に入りました、結構赤番から足を使っている、えー、この増木選手なんですけども、2コーナーからまたここで仕掛けに行くというね、えー、しかもその出がまたいいという、えー、2番の阿部選手が牽制を乗り越えて、えー、ここ、関東勢が、えー、上位でできましたよね。 増木選手、ここから室橋選手とのマッチレース、えー、これではね室橋選手もいけるだろうと思ったんですけども、室橋選手も、えー、後ろでね追走いっぱいということで、増木選手の強さというのが、えー、出たレースだと思います。1番、7番、9番です。ライン上位独占ですね、えー。増木選手、室橋選手、武藤選手、これは関東勢、お見事なレースでした。第3レースでした。